高山市長の国島です新年度がスタートしてこれからは過ごしやすい季節となりま交楽などにより人の移動が増加する時期になりますまた学校や職場などでもさまざまな場面で人と接触する機会も増えてオミクロン株も BA2 に置き換わるなど全国的に感染者が増加傾向になっております 県内の状況は第5波では陽性者が約9600人で重症化率が0.56%死亡者32人で死亡者率0.33%でしたけれども第6波では陽性者は6万人を超える中で重症化率0.04%。 死亡率零点零一七パーセントとそれぞれ第五波に比べて減少してはおりますけれども、すでに百四人の方がお亡くなりになっており、死者の数を比べると三倍に増えております。えー、高山市においても一月以降千八百人近い方が感染されて、家族や職場の同僚など接触者となられた方も含めて。 多くの方がが療養されれたたり、り、仕事を休まま社会活動に影響が出ています。特に保育園幼稚園の園児や小中学校の児童生徒など含む20代以下の若い方の感染が半数以上を占めており家庭内で感染が拡大している状況となっています。 3月にまん延防止等重点措置が解除されて以降コロナに対して症状もただの風邪程度重症化しないだから感染対策もあまり行わなくていいという気の緩みが懸念されています大型連休を控え今後社会活動社会経済活動を止めることなくまた命を守り 健康を守るためには、一人一人がリスクを避ける意識を持って行動することが非常に重要でございます。市民の皆様には感染防止対策のために、次のことに心がけた行動をお願いいたします。一つは、大型連休中は人の移動が増加します。混雑,混雑した場所への外出時や、 マスク着用や手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策を徹底し、体調が悪いときは無料せず休んでください。2つ目は、家庭内では大人から子どもへ、また子どもから大人へといった感染が多く確認されています。風邪のの症状などのある場合は、 家族と一緒に食事をしない、寝室を分けるなどの対策をして、家庭内での感染拡大を防いでください。3つ目は、大人数や長時間に及ぶ飲食は感染リスクが高まります。マスク会食を徹底して、できるだけ少人数で、短時間で済ませてください。また お店を利用する際は感染対策に取り組んでいるみなもステッカーが貼ってあるお店を利用してください。最後にワクチン接種をお願いしたいと思います。現在の高山市の接種状況は接種券を送付した約80%の方が3回目の接種をされています。 年齢が下がるにつれて、徐々に接種率が下がっており、先ほどのコロナの感染状況と反対の状況となっています。ワクチン接種は、感染拡大防止や重症化リスクを下げる効果が期待できます。さまざまな情報が出回ってはおりますけれども、情報源を確認いただき、ご理解の上で希望される方は、 3回目の接種を行っていただきますようお願いをいたします再度皆様に感染防止のお願いをさせていただきましたご自分の命はご自分で守る家族の命は家族みんなで守るその意識でこのゴールデンウィークを過ごしていただきたいと思いますどうかよろしくお願いいたします